コジキンです。えー、J2 第15節を振り返っていきたいと思います。えー、まずは秋田第横山市1対0で秋田の勝り残り5分でね小暮がゴールというところでしたね。えーまあ、それまでの過程ではやっぱり横山市の方が、まあ、ある程度チャンスは作っていたかなっていうところでした。えーまあ、サウルミネイロなんかにも結かあきたし、あと途中から入ってきた33番、日大大学中。 ああですね。近藤智樹。はい。この選手なんかにも惜しいチャンスがあったりして、まあ、決めきるところをちゃんとね、あの、やってたら、よかむし勝てたゲームだったと思うんですけど、最後の方に本当に秋田が、えー、左サイド奥を取った、えー、確かあれは、竹だったような気がするんだけどな。確か竹が左の奥取って、中にクロスボールを送って、そのこぼれを、まあ、こぼれが詰めたというところでしたね。うん。まあ本当に秋田の、まあ、ひたむきに、 ね、戦う姿勢というのがこう最後の時間に出てきて、えー、ホームのね、そういうスタジアムも、脇に湧いたんじゃないでしょうか。三千入場者数3000人ちょっとなんですね。なんか、ダゾンの感じ見たら、割と4、5千に人入ってるかなと思ったんですけど。まあ、キャパのね、スタジアムキャパの問題とかもあるか。えー、まあそんな感じで、水色対決は飽きたが勝利です。横い連敗。調子悪いね。 えー、大宮岩手は試合中止。まあ、岩手がちょっと大変みたいですね。はい。えー、で、熊本琉球2対0で琉球が処理。えー、前半も見てたんですけど、まあ、これ熊本勝つなって思ってたんですよ。正直なところ。うん。えー、この試合先発あった都市だとかも、まあ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 、攻撃に絡んでたと思いますし。うん、いい感じに熊本がね、攻めていて、まあ、琉球の田口が本当にファインセーブ連続してて、いや、いいなと思ってたんですけれども。うん。でも、まあ、琉球の方はそうですね。大本とか、 が起点になりつつ攻めてはいたかなっていうところでした。本当に熊本ね、川原からも本当に縦パスインを通っててね、ビシビシ。はい。いい感じだったんですけど、後半の、本当60分ぐらいまでですかね、まだ熊本をしてたんですけど、なんかこの得点の入る時間帯ぐらいからね、ちょっと琉球に流れが傾き始めて。いや、草野。いやー、調子いいっすね、草野ね。見事なゴールでございました。うーん。えっ、ー、と、竹沢 だったかな確か。右サイドからね、クロスボール上げて合わせるみたいな形でしたかね。えー、で、2点目に関しては、あー、中野がボール持ってそっから始まってたかな。で、えー、上原のなんかオーバーヘッド気味のゴールってことで、ほんと立て続きにね、短い時間で、はい、短いスパンでゴールを取っていって、琉球が一気に試合をね、もう持っていった、みたいな展開でしたね。 でこれまでの琉球、やっぱり点を取ってもちょっと守りきれず、うん、ひっくり返される、追いつかれるみたいな展開があったんですけど、うん、この試合の琉球のディフェンス陣は本当最後の最後までもうやらせねえぞという、ね気合がめちゃくちゃ入ってましたね。うん、やっぱまあ、ある程度サッカー精神論もね、気持ちすることも大事ですよね。うん、いや、熊本のあの本当に多彩なバリエーションのある攻撃をよく、ね、 抑えたなと。無視点で抑えたなっていう。ここは非常に自信になってくるんじゃないでしょうか。1920で勝利。おめでとうございます。えー、そして山形、大分、11でした。えー、っと、まあ、大分、開始早々に結構最近好調な下田がシュートを浴びせたりする展開の中。まあ、あ山形がやっぱりホームってこともありつつ、えー、展開をね、作っていくわけですけれども。ま、あ試合がすごい動いたのは最後の最後でした。90プラス3分、チアバーベス。はい。 えー、どんな流れだったっけ <laughs> 忘れたけど、最後、チラガーベスめちゃくちゃゴール前で落ち着きありましたね。うん、あそこで一回シュート振りたくなっちゃうと思うんですけれども、ミサオがね、スライディングできたところ、うん。一回フェイク入れて、チョーンってね、こづいてゴールでしたね。うん、前節もチラガーベスが、まあ、アディショナルタイムに点を取ったところで逆転勝ち、勝ち越し、21で勝ってた山形ですけど、ね、今節もこれで、 アディショに劇的なゴールでチアゴアベスやったねって思ったんですけど、そう簡単に終わらせなかった置いたりにいたペレイラ。はい。頭怪我してたんかななんか、なんか巻いてたよね確かね。ああ、まあ、クロスボールから、セットプレーの流れだったっけ忘れたけど、なんかまあ、右サイドから上がってきたボールは頭で合わせてっていう感じでしたね。はい。まあ、ここぞという場面でこう、ペレイラね。去年の天皇杯とかもそうですけども。はい、合わせてくれますよね。さすがといったところでしょうか。 はい。まあ、あの、山形はね、ホームでこう、追いつかれてしまったんですけど、チアオガーベスが2試合連続決めたっていうところで、まあ、デラトーレもゴールね、重ねてはいますし、こう、外国人がまあ、あのー、結果を残せているのは良い,いことかなというところですね。まあ、ただ勝ちが、勝ちたかったと。<laughs> まあ、サポーターみんな勝ったの確信したでしょうしね。90プラス3分点取ったら、うん、残念でしたね。 えー、水戸町田0-0でした。まあ内容的にほとんど町田の方がチャンスを作っていくようなゲーム展開で。えー、結構ポストにね、二度シュート当たったような気がします。クロスオーバーとか。いずれも確か平戸だったはずで。うん。まあ前半の方やっぱりチョンテセとかが起点となって、まあ太田修介とかもね、前節点取って調子いいですし、えー、そこから素早い攻撃が展開されていたかと思います。はい。で、まあ平戸のシュートね、前半も後半も惜しいのがありました。まあしかしゴールキーパー水戸のね、まあ今シーズン、えー、守護神となってます。山口が。 えー、しっかりで弾き切るっていうところですよね。あの、やっぱり弾く場所が良かったなと思います、うん。中途半端な感じじゃなく。っていうところで、まあ、町田の猛攻をしのいで、まあ、水戸がホームでね、勝利いたしました。はい。まあ、結構この決戦キスタジアムね、最後の方で水戸が劇場を作り上げるって感じで期待はしたんですけれども、この試合はね、そうはいかずってところでしたね。0-0、うん。まあそこまで多く語ることもないかな。はい。まあ 群馬、徳島も、そうですね。そこまで多く語ることはないかな。はい。えー、ま、血液ありましたね。あのー、徳島の方がビルドアップでパスミス、パスマンした時にね、カカがミスって、で、加藤淳也にこぼれてきてってところね、ま、ホセがしっかりと飛び出して防ぎましたから、良かったと思います。まあ、加藤はあそこはね、まあ、技術が物言いますよね。えー、落ち着きがあれば、といったところでしょうか。あと、山根のなんか遠目からのボールが、 リフレクションかあったんか忘れたけど、はい、すごい惜しい感じの弾道になっていましたね。うん、まあそういう意味では徳島よりも群馬の方がちょっとチャンスはあったかなっていうところではあります。うん。徳島の方はまあ洗井がカットインしてシュート打ったりですとか。まあやっぱり西谷が起点となってそっからね、うん、惜しいチャンスは作っていたと思うんですけれども、はい。徳島ドローボルティス。 はい。<laughs> ま、ここ最近、結構勝ち試合が続いていたかなってイメージありましたけれども。また、<laughs> ドローの沼にハマっていくのか、徳島。で、群馬ちょっと最近勝ててないのかなあー、なんか1ヶ月くらい前まだね、プレイオフ圏内とかにいた気がするんですけど。なかなか難しいですね、ジェツリーは。はい。そして、新潟ヴェルディが4対3ですね。えー、ちょっと今日のこのね、俺、動画撮っててテンション低いの皆さん気づきましたかね やっぱこれちょっとベルディーサポーターとしては <laughs>、あの心がえぐられるゲームでしたね。まず前半27分のよ、ね、し、高木義明ね。あのー、ベルディはね、この前の千葉戦、としゆきに決められて、えー、そのその前か。山口戦で、えー、大好きに決められて。で、まあもう、懸念はめちゃくちゃしてたんですけど、今日よしにやられるんじゃないかなー、じゃねえかなーと思ったら、案の定、義明にやられました。得意なパターンですね、義明のあの、 トラップで後ろちょっと向いてからの反転シュート。うーん、見事なゴールでした。そのまでの過程もね、新潟素晴らしかった。ほんと、このゴールまでの時間帯、まあ確かに新潟押し込んでいたけど、ウェルディも、うーん、まあプレスとかしっかりかけてたかなと思ってたんですけどね。うん、まあヒレ結構、この時間、この1失点によって崩れていったなってところでした。30分松田、まあ中央でね。 ボール受け取って、本当に、まあ、これもシュートの振りが見事だったなぁと思いますね。えー、相手が寄せれてくる前に、自分の方で決めていったかなと。で、35分マイケル・ジェームズ。はい。セットプレイだったかなこぼれ球拾って。えー、左サイド。あ松田だったっけクロスボール。えー、で、ファーダーとまで合わせるということで。まあ、10分ぐらいでもう3点取って、あっという間に試合をね、決めていったアルビレックス。非常にいい攻撃を見せていたかなと思います。特に左サイドの奥深くの位置をね、 あの、取れていたかなっていう、そこのポケット、はい、掴めていたかと思います。で、ウェルディは、えー、ハーフタイムに入って、4人交代しましたね。加藤光健、加藤蓮、えー、佐藤遼が杉本隆治下げて、棒に、えー、バイロン、えー、あの、マヒロ、河村と入れていきました。 えー、で、まあやっぱり、新井瑞希という選手は左側で使うと本当に生きる選手なんですけど、頭から使うとちょっとスタミナの問題とか相手の対策とかで、え、ね、うまくいかないケースが多かったので、結構最近ね、後半から新井を左に置いてなんとかするっていう形で、今回もうまくいきましたね。うん。左サイドから新井瑞希カットインしていって、まあクロスボールかシュートかってところでしたけど、相手のディフェンスに当たっていい感じに入りました。これが後半5分。で、その、えー、8分後、バスケスバイロン。はい、右サイドのウィングに入ったバスケスバイロンが、 えー、アライのクロスから、ワンタッチで合わせて、えー、2点取りま、2点とか、ま、えー、4、3対2とします。で、65分、えー、中央から、スリーパスもらったバスケスバイロン抜け出して、フィニッシュ。でね、3対3で追いついて、いやもうこれいけんだろっていう感じでね、もう。 身を乗り出してダーゾーンをね、もうベロ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 ね、舐めな、舐め回しながら画面をね、見てたんですけどね。いやー、最後にヤ村ラケが、やむけんが、むけんさんばしちゃいましたね。まあ、あのシュートはちょっと止めようがないですよね、ゴールキーパーがすると。まあ、は、まあ、目の前のディフェンスがちょっと一歩ね、寄せてればなってるところですけど、寄せてたらそりゃ違う方向を使われてたかもしれないし、まあ、結果論ですけど。本当にヤ村ラケンの思いっきりの良さというところが出たかなと思います。うーん。 まだ悔しいっすね。ちょっとベルディサポーターからすると。去年、ま、ほんとやっぱ03になった時点で去年の07がね、頭によぎって、で、後半のこの同等の3得点で、今年のベルディはチーゲーというところを見せつけられるかなと思ったら、最後にヤムラにやられるっていう。新潟はめちゃくちゃ相性いいチームだったんですけどね。練習試合ですらなんか負けなかったしな去年までは。うん。それが、去年からちょっと流れが変わってちゃいましたね。はーい。 えー、まぁ、あ、41節かなんか新潟戦なんで、ちょっとヴェルディはリベンジしてーなっていうところです。結構ちょっと個人的な思いが入ってしまった <laughs> 振り返りになりましたが。いや、新潟強かったですね。4点ともこう違う人が点取ってるってところがやっぱりすげえなと。いや、金沢山口1-0で。いや、これ劇的なゲームでしたよね。金沢勝利、ホームで。ああ、おめでとうございますね。 えー、本当にこの得点が入る直前でしたかね。山口の方がすげえ決定機あって。うん。まあ、ゴールキーパーの白井含めディフェンダー陣で本当に一生懸命防いで。あーなんとかここをね、無視点乗り切ったから、最後のあの、カウンターがね、バッチリ決まりましたね。うん。あの、カウンターの起点止まったのも、えー、大石でしたからね。 大石が運んでいって、右サイド走り上がってきた選手に出して、そのシュートもこぼれ玉大石がまた詰めるってところで、いや、そこにいたんだ大石っていう感じでしたね。うん。まあ本当にヤンツーらしいというのでしょうかね。あのカウンターの形が炸裂したかなと思います。うん。まあ一方の山口は前半の方にも、あのー、まあ、押しシュート、高木大輔とかもね、打っていたりとかで、うん、まあ例えば池上のね、 あの、精度の高いボールからっていうところでチャンスは作れていたと思うんですけれども。はい。まあ、これは本当に、金沢の、なんでしょう、執念みたいな。うん。やっぱホームだからこそっていうところでね。なんか気持ちの面が見えたかなという素晴らしいゴールでしたね。うん。やっぱ金沢といえばやっぱああいう形のゴールですよね。うん。まあ、去年のなんかセヌマの終盤のね。 山形戦だけあのなんかセヌマのゴールとかあんな感じのゴールをなんか思い出しますね。うん。制限といえばなんかこういう形かなと。はい。大石。見事なゴールでした。もう貴重な貴重な貴重な先生ゴールで、1-0で勝利です。えー、長崎仙台2-0で仙台が勝利。えー、長崎は前節、えー、岩手に。 えー、日本人だけの先発で4対0で勝ったと。で、仙台が一方で1 3でこの前ベルディに負けたんで、えー、まあ、調子的にはね、長崎の方がいいかなっていうゲームだったんですけど、えー、まあ、結果としては仙台が2 0で勝利というところでした。えー、長崎の方はまああの、温存してた外国人たちはね、えー、思いっきりね、惜しむことなく使ったんですけれども、まあそれがどうなんでしょうね。うーん、裏目に出たっていう言い方は正しくはないと思うんですけれど、 うん、別に日本人で戦って,ても負けたかもしれないしね。うん。まあ何よりやっぱ仙台の方が前節ちょっとメンバーを抑えて戦ってたんかで、やっぱデサバトであったりとか中島とか。あとやっぱり遠藤ですよね。この人。この遠藤が、まあ、先制点もそうなんですけど、26分、富樫啓馬。はい。いやー、本当になんかチームをつかさぼってますよね。うん。右サイドから、もそうですし、ま真ん中か。この試合真ん中だったかな。 あまあだけど、ゴールに関しては右サイドから逆サイドにクロスボールを送って、えー、キダだったかなの折り返し、飛ばしが頭で合わせるって形でした。本当に要所要所に遠藤がボール受け取って、えー、そして次のところに繋いでってところで、本当に供給役としてね、非常にいい活躍をしていました。えー、で、本当にラストは、まあ、とどめを刺すかのようなゴールでしたね、キダ。はい。<laughs> いや、もう自分がやっぱ決めたいんだっていう気持ちが見えましたよね、あのシーン。 パスの選択肢もあったと思うんですけれど。うん、やっぱりね。まあ、長崎相手ってところもありますからね。うん、か、長崎って結局1年しかいなかったんだっけそっか。なんか2年、2、3年はいたイメージあったんだけどね。そっか。まあ、古巣に、うん、恩返しゴールというところです。はい。木田がラスト1000点を取って2対0。仙台が勝利でございます。 えー、そして、千葉、岡山、1-0で千葉が勝利。まあ、試合を通じて、岡山、ちょっと千葉のディフェンスに、えー、手こずったかなっていうイメージの試合でしたね。はい。まあ、どっちかというと千葉の方がチャンスは作っていたかなっていうところ。まあ、チアゴデレオンソは、まあ、まだフィットし、しきったとは言い切れないですけど、以前に比べたポストプレイで、周、ま、り、あ、と、こう、呼吸が合うシーンが増えてきたかなという印象です。うん。で、えっ、ー、と、まあ、ゴールに関しては、これもまた劇的な、 なんか今節すごいですね。劇的なゴールが多いですね。えー、90プラス4分高橋一世でした。えっ、ー、と、右サイドから高木敏之がボール持ってその折り返し走り込んできた高橋でしたね。はい。いやー、あそこ、あの時間帯であそこに、ね、折り返し通すかっていうのが <laughs> すごかったですね。うん。しかも90分走って、走ってる選手ですからね、高木敏之。はい。まあ、高橋一世もあそこよく中央に詰めていたなというところです。 うん。まあ、その前にもね、その前っていうか、まあ、そのね、試合の中の過程では、あのー、枠内シュート、荒井翔太が防いだりとか、えー、そういったところでチームを救ってますからね、後ろのね、まあ、鈴木ちゃん民議とか佐々木とか、この辺の活躍もね、はい、忘れてはならないところです。はい。ま、一直線だったんですけど、まあ、そうですね、他のチャンスシーンでもやっぱ金山が目立ってたので、やっぱ千葉が攻めてたってことでしょうね。うん。はい。 えー、ホーム、福割で、今年のなんか、福割は、なんか、あれっすね。ラストにこう、ドラマが起こりますね。ジェフは。うん、面白いっすね。アウェイでも起こせるといいですけどね。うん。まあ、とにもかくにも、こう、オシムさんのね、うーん、なんかこう、うーん、なんかそう、な、なんて言ったらいいんすかな、ツイート。<laughs> ああ、まあまあ、もう、だいぶ前の話にはなるんですけどね、オシムさんいたのね。 うん、まあでもなんかこう、情けない試合や、情けないね、試合はもうしてらんねえぜっていう感じで、まあ千葉の選手たちに気持ちがこもってたのかな。うん、勝手に俺はそう解釈します。はい。というところで高橋一世見事なゴールで千葉がホームで劇的勝利を収めております。えー、そして最後は栃木と甲府で0-0のゲームということであんまりなんか喋ることないんですけど、えー、関西鉄太子もすごいすごい観客入ってましたね。7300人。 栃木の集客力はなかなかのもんですよね。えー、っと、まあそうですね。栃木やっぱ前節ちょっとああいう負け方したんで気持ち折れてるかなと思ったんですけど、まあ上位甲府相手にしっかりと堂々たる戦い方してたかなと思います。惜しいチャンスでは、えー、黒崎が右サイドからね、あの、右サイドからというか、えー、サイドチェンジから受け取って、右サイドの奥入っていってってところで折り返しね、決定機があったんですけど、そこ決め切ることができなかった。 うん。まあ、いいチャンス。ほんと、栃木はダイナミックな展開もそうですし、結構細かく繋ぐところも、八ちだが間に入ってってっていうところで、えー、いい攻撃を見せているので、うーん、なんか今の順位がもったいないなというか、まあ、J2 のレベルが高いなっていうところですよね。えー、一方で、甲府の方は、まあ、途中から入ってきた宮崎順馬とか、まあ、ラストの方の時間帯でしたけれども、はい。まあ、もうちょっと長い時間見てみたいなと思うところであります。 うん。まあ、そんなお互いにすごいチャンスがあったわけじゃないですね。はい。0-0で、終わり順順表見ていきましょうはい。1位、新潟。まあ、あそりゃそうだ。あで、2位、仙台で3位横、横浜市一気に3位まで下がりました。横浜市がやだめ四4位、横山。5位、山形。6位、ベルディ。えー、で、ま、あざーっとありまして、17位のジェフ千葉から6位、プロフ県内のベルディまで勝ち点差は3という意味わかんない展開になってますね。 <laughs> めちゃくちゃでしょ、これ。すごいよね。やばいでしょ。信じるか信じないか、あなた次第。そんな感じです。はい。で、まあ、森岡が試合ができてないんで、ちょっとあれですけど、まあ、大宮、大宮もね、そうですね。まあ、琉球が次勝てば、一応残留権脱出できるかもしれないみたいな位置まで来ましたね。いやー、恐ろしいですね、j 2 やっぱこれだから J2 はやめらんないよね。面白いよね。うーん。<laughs> 楽しいねー。今どこが調子いいんだろう。まあ、山形が調子良かったのがなんかこの最後追いつかれたことで、なんかテンション下がって勝てなくなりそうな感じがしなくもないけど。まあ新潟がやっぱ好調か。うん。そうっすねー。 あ,あ、秋田が何気に連勝したのか。うーん。まあ、大宮はね、そうだよね。岩手相手にだったんで。なんか、ここでちょっと中断になったのは、流れが止まっちゃう気がして少し嫌ですね。今、すごい、いい感じで、ここ5試合で3勝1分けぱ敗と、いいペースで来てたのでね。うん。はい、そんな感じで得点ランキング見ていきましょうか。 えーと、小川はさすがにまた点取ってないんで、得点王は変わらずで、藤本も点取ってないね。で、河田もだし。あ、れなんか顔写真出てこない。おー、草の6点目取ったか。得点ランキング3位まで上がってきました。で、木田も5点、富樫も5点でここ入ってきましたね。はい。なんで顔出てこないんだろう。通信が、ああ、出てきた出てきた。かっこいい。イケメンばっかで。はい。 適当。<laughs> <きて> <laughs> あ、荒井水木4点目。あ、バスケスバイロンもすごいですね。3試合連続ゴールで、ここ3試合で4ゴールですね。好調うん。高木吉明も4ゴール目と。はい。はい、そんな感じです。ね、バスケスバイロン。まあ、去年 JFL で確か1ゴールの選手なんですけれども、まあ、こう、ベルディのスタイルに本当にフィットしたんだなっていう活躍ぶりですね。うん。こう、選手権で青森山田ですごい名をかせた選手ですが、うん。 アシストも、あ、3回してるんだ。ええ、あ、結構じゃあ、いいスコア残してますね。うん。はい。ま、そんな感じで、はい、以上、J2 第15節振り返ってまいりました。お疲れ様でした。